こさんの新しいいちごトレーラーです。彼氏からもらったホンダアクティです。もともとこのアクティは色が白だったんですけど、いちごさんが彼のために全塗装しました。中をお見せします。こんな感じです。このからし色もいちごさんが塗装したんですよ。全部です。この木目のパネルは彼氏がつけました。それでこのアクティはちょっと変わった部分がありまして、このギアなんですけど、ウルトラローとウルトラリバースというのがあります。これは例えばバックするとき、これを引っ張りながらこう入れるとウルトラリバースに入って、まあ力が強い、エンストしにくくなります。それとデフロックというのがありまして、このデフロックを押してウルトラローに入れますと、ぬかるんだ地面でも抜け出せるそうです。連結装置はサントレックスのヒッチメンバーです。このヒッチメンバーを取り付けてくれた人はなんと C1500 のオーナーさん、鈴木さんですね。電気屋さんですけど何でもできてすごい人です。後で取り付けの様子を動画にアップします。それで軽トラですから車中泊ができなくなったので、トレーラーの方にテントを乗せてます。トラックが吹いてきたので場所を移動します。ちょっと駐車場が混雑してきたので、テントはまた別の動画で公開したいと思います。ちょっと出発します。